ジョージ・トーマス・シーバーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州フレズの出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。ニックネームは、トム・テリフィック、フランチャイズ。1965年の MLB ドラフトで、ロサンゼルス・ドジャースから従順目に指名を受けるが、契約せず。1966年1月のドラフトで、アトランタ・ブレーブスから指名を受けるが、 大学していた南カリフォルニア大学のルールで無効となった。結果として、ブレーブスとは契約できず、大学からは出場停止処分となって、身分が宙に浮く形となってしまい、ブレーブスが支払う予定だった、契約金が保証されることを条件とした、救済のための特別ドラフトが行われ、抽選の結果交渉権を獲得した、ニューヨークメッツと4月3日に契約。 1967年4月13日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビュー。新人ながらオールスターゲームに選出され9回に登板しセーブを記録。以後6年連続で選出された。16勝13敗、防御率2.76を記録しリーグ再開に終わったチームで一人気を吐いた。再開チームからは史上初となるルーキーオブザイヤーを受賞。 1968年は開幕投手を務める。4月15日のヒューストンアストロズ戦では10回を2、アンダム失点と高騰しながら勝敗つかず。その後も高騰しながら援護がなく、5月まで防御率1.91ながら2勝に止まるが、6月に5勝を上げる。最終的に16勝12敗、防御率2.20205奪三振の成績を残し、 チームは球団史上最高の勝率451を記録した。エクスパンションによって4球団が誕生し、東西に畜生となった1969年は7月9日のシカゴカブス戦で9回1までパーフェクトに抑え、1アンダム死球の循環全試合で完封勝利を挙げるなど、前半戦で8連勝を含む14勝を記録。後半戦は、 防御率1.67、8月9日から3冠風を含む10連勝。25勝7敗、防御率2.21208奪三振を記録し、最多勝利のタイトルを獲得。チームは100勝を挙げて、地区優勝を果たす。ブレイブストのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第一戦に先発し、7回5失点ながら、勝利投手となり、チームは3連勝で、 球団創設以来初のリーグ優勝。ボルチモアオリオールズとのワールドシリーズでは、第一戦に先発するが5回4失点で、敗戦投手。第4戦では9回に同点とされるも、延長10回を1失点完投で大手をかける。第5戦も勝利し4勝1敗で、ワールドチャンピオンに輝いた。同年のメッツの躍進は、ミラクルメッツと呼ばれた。 オフに初のサイヤング賞を受賞し、MVP の投票ではミリー・マッコビーと22ポイント差の2位だった。1970年4月22日、試合前に前年のサイヤング賞の表彰式が行われたサンディエゴ・パドレス戦で6回2種からメジャー新記録の10人連続奪三振を達成し、スティーブ・カールトンが持つ 当時のメジャー記録に並ぶ1試合19奪三振を記録した。開幕から6連勝、6月9日からは9連勝するなど前半戦は14勝5敗、防御率2.40178奪三振の成績でオールスターゲームでは先発投手を務めた。後半戦は4勝に止まるが、18勝12敗、防御率2.82283奪三振を記録し、 最優秀防御率、最多脱三振の2冠を獲得。1971年は20勝10敗、防御率1.76、キャリアハイの289脱三振を記録し、2年連続で最優秀防御率、最多脱三振の2冠を獲得する。1972年は21勝12敗、防御率2.92の成績。 1974年1973年は19勝10敗、防御率2.08251奪三振、リーグトップの18関東を記録し、3度目の最優秀防御率、最多奪三振の2冠を獲得。チームは4年ぶりの地区優勝を果たす。シンシナティレッツとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第1戦に先発し、13奪三振で無支球。 関東の高騰を見せたが、9回にジョニーベンチに、さよなら本塁打を浴びて、敗戦投手。2勝2敗のタイで迎えた、最終第5戦は9回途中に失点の高騰で、勝利投手となり、リーグ優勝に貢献。オークランドアスレティックスとのワールドシリーズでは、第3戦で8回12奪三振の高騰も、勝敗つかず。第6戦でも7回に失点と高騰するが、援護が、なく、 敗戦投手となり、チームは3勝4敗で敗退した。オフに2度目のサイヤング賞を受賞。1974年は、開幕から調子が上がらず、11勝11敗、防御率3.20と、やや不本意な成績に終わる。オフの日米野球で、メッツの一員として来日した。1975年は、復活を果たし、前半戦で8連勝を含む13勝を挙げ、 二年ぶりにオールスターゲームに選出される。後半戦でも7連勝するなど22勝9敗、防御率2.38243奪三振を記録し、最多勝利、最優秀防御率の2冠を獲得、三度目のサイアング賞を受賞した。1976年は14勝11敗。 メジャー記録の9年連続200奪三振となる235奪三振で5度目の最多奪三振を獲得した。1977年6月15日に前年の新人王パッドザクリーラ4選手との交換トレードでレッツに移籍。メッツは同日主砲デーブ・キングマンも放出して一気に弱体化し、本拠地、シェイスタジアムの観客数は激減した。 移籍後は14勝を挙げ、シーズン通算で21勝6敗、防御率2.58、リーグ最多の7完封を記録。脱三振は196で、連続200脱三振は9年で途切れた。1978年6月16日のセントルイスカージナルス戦でノーヒッターを達成。16勝14敗226脱三振を記録した。オフに、 レッツの一員として、日米野球に二度目の来日。1979年は、序盤部長も6月9日から11連勝を記録し、16勝6敗、リーグ最多の5完封の成績で、チームの地区優勝に貢献。パイレーツとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第一戦に先発し、8回2失点と好投するが、勝敗はつかず、延長で敗れる。 チームは3連敗で敗退した。オフの日米野球にメジャーリーグ選抜の一員として3度目の出場。1980年は故障もあって前半戦は3勝に止まり、後半戦で持ち直したが10勝に終わる。1981年は50日間に及ぶストライキによる中断があったが、14勝を挙げて最多勝利を獲得し、サイヤング賞の投票では、 フェルナンド・バレンズエラと3ポイント差の2位だった。1982年は、開幕から不調が続き、8月15日を最後に離脱。5勝13敗、防御率5.50と、キャリアワーストの成績に終わり、連続2桁勝利は15年で途切れた。12月16日に3選手との交換トレードで、フルスメッツに復帰。1983年4月5日の、 フィラデルフィアフィリーズ戦で開幕投手を務め、ウォルター・ジョンソンが持つ開幕投手14回のメジャー記録に並んだ。防御率は3.55ながら援護がなく、9勝14敗に終わる。1984年1月20日にフリーエージェントの保証選手としてシカゴ・ホワイトソックスに移籍。同年は、投球内容は今一つながら15勝11敗を記録。 1985年8月4日のニューヨークヤンキース戦で通算300勝を達成。16勝11敗、防御率3.17と復活を果たした。1986年は2勝に止まり、6月29日にトレードでボストンレッドソックスに移籍。レッドソックス移籍後は5勝を挙げるが、シーズン終盤に故障。チームはリーグ優勝を果たし、 ワールドシリーズでシーバーのフルスメッツと対戦したが、ロースター入りはできなかった。オフにフリーエージェントとなり、一時はヤンキースが興味を示したが撤退。1987年の開幕後にメッツとマイナー契約。マイナーリーグでの調整後のメジャー復帰を目指したが、マイナー選手相手に通打されて、自分の衰えを悟り、3度目のメッツのユニフォームで投げることなく、 シーズン途中で現役引退を発表した。2008年9月28日、シェイスタジアム最終戦始球式で投げるシーバー・シーバーのメッツ在籍時の背番号41。ニューヨーク・メッツの永久決番に1988年指定。引退の翌1988年、シーバーのメッツ在籍時の背番号41が永久決番に指定された。 この後2016年にマイク・ピアッツァが殿堂入りを果たし、決番に指定されるまで28年間、シーバーは存命する唯一のメッツの永久決番選手だった。メッツでの通算198勝2541奪三振は現在でもメッツの球団記録として残っている。引退後はニューヨークのテレビ局アナウンサーや解説者、分筆業として活動するほか、 夫人、娘と共に、カリフォルニア州、カリストーガシにて、自身の名を冠したワイン農園、シーバー・ビンヤードを開き、ワイン生産も行った。また、メッツ時代のチームメイトだったノーラン・ライアンとは、親交があり、ライアンが1991年に、通算300章を達成した際、記念の盾を贈るプレゼンターを務めた。1992年に、資格取得1年目で、 当時史上最多の得票率98.84%で野球殿堂入りを果たした。2019年、シーバー自身が認知症を発症したため、第一戦からの引退を決めたことが家族より公表された。2020年8月31日、前年に発症した認知症と COVID-19 による感染症との合併症により死去したことが報じられた。 75歳ボーツ、メッツ球団通算記録、ありがとうございます。